メス、または去勢されたオスのうち永久門子が2本以上の羊、またはその肉。一般的に羊の永久門子は生後約1年で2本になるので、生後1年以上の羊をマトンと説明している場合も多い。詳細は羊肉等級を参照のこと。日本を代表するマトン料理はジンギスカンである。ジンギスカンはタレ付けと生の2種類に大別され、 マトンはタレ付けに使われることが多いが、マトン肉の生を焼いてタレをつけるやり方もある。アイルランドの伝統的な家庭料理の一つにアイリッシュシチューがある。これはマトンをジャガイモや玉ねぎと一緒にハーブで煮込んだもので、家庭ごとに違ったレシピがあると言われるほどありふれた料理である。その他の調理法としては、カレー、ケバブ、ビリヤニ、羊肉串、火鍋、缶詰原料、 ハムソーセージ原料などに用いられる。伝統的な内陸ユーラシア遊牧地帯や宗教上の戒律で食べられる食肉が限られる地域、羊毛産業が発達した地域などでマトン料理が発達した。食品原料としてはマトンのコクを利用したものが多く、マトン自身がメインになるものより魚肉ソーセージのように味に工夫を加える際に用いられることが多い。ラムに比べ、 一回り以上大きく、脂も多く乗っている。ラム肉に比べると、羊肉特有の香りが強く、食べ慣れないものにとっては、ラム肉の方が癖がないということになるが、北海道出身者などの羊肉を食べ慣れた層に、とっては、マトンの方が、コクがあり味がしっかりしていると評価されることが多い。マトンの独特の匂いに、大きな役割を果たしているのは4。メチルオクタン酸、4。 メチルノナン酸、4、エチルオクタン酸の3種の分岐さ脂肪酸である。また、鉄分や不飽和脂肪酸、肉体脂肪燃焼を助けるエルカルニチンを多く含む。銅王犬などラム肉に自分でタレをつけるスタイルが主流の地域ではマトンはあまり好まれない傾向がある。マトンは主に味付けが主流の滝川市、砂川市など空地地域で好まれる傾向がある。 レッグ、テンダーロイン、ショルダー、バックストラップ、シャンクなど、ロール肉やトランクミートなども扱われる。ありがとうございます。